こんにちは、サンリンです。今日のお話ですね、お仕事で成果を上げたい、成功したいだったり、あとお金を引き寄せたい、収入を何としてでも上げたい、でも増えないっていう方、でも結果が出ないっていう方、そういった方にすごくヒントになるお話だと思います。結果が出るシークレット、収入が増えるシークレットっていうのはいくつもあるんですけど、今日はその中の一つになります。でそのシークレットっていうのは、お金が欲しいとか収入を上げたいって思った場合、なぜそのお金が欲しいのか、なぜ収入を上げたいのかっていうことを明確にすることで、その明確にした額が引き寄せられてくるっていうことです。でこれは僕もいろんな例を見てきましたし、僕自身も経験してきたことなんですけど、表面的にお金が欲しいとか収入を上げたいって思ったり言ったりすることよりも、その理由を明確にしておくことの方が断然引き寄せられてくる確率が上がります。例えばね、こういう話があります。僕の知ってる社長さんなんですけど、ここ数年は年商3億とか4億とかの会社を経営されてて、で10年以上ずっと黒字で経営されてる方がいるんですね。だいたい日本の企業ってほとんどが10年経たずに潰れてしまうみたいなんで、かなり結果を出している部類に入る人です。でその社長さんに、成功というか、繁栄の秘訣、そういったものを教えてくださいってこう聞いて返ってきた答えが、今日の僕がするお話とすごくリンクしてます。その社長さんがどうして、豊かさの引き寄せっていうのに成功し続けてきたのか、というところなんですけど、その方曰く、お金を稼ぐ理由がありまくったからっていうことなんですね。実はその方っていうのはもともとシングルマザーの人で、息子さんがいらっしゃるんですけど、その息子さんが小さい時から医学部に行きたいって言ってたみたいなんですね。お医者さんになりたいって言ってたそうなんです。でもお医者さんになるには医学部に行くか医大に行くかっていうところかと思うんですけど、その医大に行くのって普通の大学に比べたら学費がかなり高額なんですね。しかもその息子さんは比較的安い国公立の医大に合格することができなかったんで、めっちゃ高額な私立の医大に行くことになったそうなんですね。どれぐらい高額かっていうと、6年間で普通に家が建っちゃうくらい、高額なんですね、僕が聞いた話によると。だからその息子さんのためにも、稼げないとか結果が出ないっていう言い訳をする選択肢がなかったそうなんですね。で僕は他の音声だったり記事でもお話している通り、物質的な豊かさの引き寄せっていうのはいろんな要素が絡んでくるんで、ただ必要性があるから大金が引き寄せられてくるっていうわけでもないんですけど、他にはその価値の提供がどれくらいできるのかだったり、自分自身のセルフイメージ、あとメンタルブロックっていう要素も大いに関係があります。であとは心のコップの満たされ度合いっていうのも大切なんですよね。その自分の心が満たされてないと本当の意味で人に与えることはできないですから。でもお金を稼ぐ必要性をどれだけ強く感じられているか、どれだけ明確に感じられているか、でこの要素が結果を出すことだったり豊かさの引き寄せにおいてはすごく大切だっていうのも間違いのない事実なんですね。現に僕自身も豊かさの引き寄せがうまくいき始めたのが、嫁だったり家族のためにも絶対にもっと稼いだ方がいいんだなって、僕自身が信じるようになったのが大きいんですね。なんとなくお金が稼ぎたいなじゃなくって、ちゃんと理由がはっきりしてたっていうことなんです。でそういえばね、僕の人生において初めてのその見本というか、メンターになっていただいた、とあるトップコーチがいらっしゃるんですけど、その人も最初経済的に大成功されたのが、娘さんの教育にかかる費用を稼ぐ必要性がどうしてもできたことがきっかけだっていうふうにおっしゃってたんですね。要は自分の中で富を引き寄せるデメリットよりも富を引き寄せないデメリットの方が痛いっていうふうに本気で思えるようになると、必然的に引き寄せられるようになるってことですね。ここすごい大切なんですけど、逆に言うと欲しい金額を引き寄せられていないということは、深層心理でお金を稼ぐことだったり豊かさを引き寄せることにデメリットを感じているっていうことでもあるんですよね。もしかしたら、こういう経験されたことがある方多いんじゃないかなと思うんですけど、どうしても必要だって思ってたものが、手に入るくらいの臨時収入を、急に引き寄せたとか、
どうしてもやる必要があると思ってたことを、予定が空いてできるようになっちゃったとか、なんかそういう経験をされたことが誰でもあるんじゃないかなと思うんですよね。でこう長期的な物質的な豊かさっていうのもそれと同じ原理で引き寄せられてくるっていうことです。そう、じゃあどうすれば自分の中で、物質的な豊かさを引き寄せる必要性を意図的に上げることができるのかっていうと、それが一つお伝えすると、稼ぎたい額の詳細な使い道を具体的に決めておくっていうことです。わかりますか？まあ、お金だったり豊かさを引き寄せる前からお金の使い道、出口を決めておくんです。これが一番自分自身の潜在意識を納得させることができて、豊かさを引き寄せるエネルギーが出てきます。で無料プログラムの引き寄せワーク編でもその詳細なやり方っていうのをシェアしてますので、まあ、ぜひそちらに参加していただいて、僕と一緒にやっていただければと思います。漠然とお金が引き寄せられたらいいなっていうのでは豊かさが引き寄せられてくることっていうのは実際にはないんですよね。毎月何にどれくらい使うのか、何がどういうことがしたくって、それにはどれくらいのお金が必要なのか、これを超明確にしておくことで豊かさが引き寄せられてくる確率がぐっと上がります。はい、今日のお話はここまでになるんですけれども、何か参考になっていれば嬉しいです。今日も最後までお話を聞きいただいてありがとうございました。今日もあなたの大成功をお祈りしています。